サブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。7月9日、皆さんフロンティア、フロンティアじゃないアカー赤羽シューティングラブ公式、エントリーされましたか私も撮影しますので、よかったらお越しください。というわけで、先日ね、あの動画出して、なんか、チェンバークリア、よくスティールチャレンジとかでバン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 って打った後に、こう、わざとスライドを引いて、ね、カチャンってやる動作するじゃないですか。でも、APS でもそれやってる方がいらっしゃるらしくて、それはまあ、 やらない方がいい方がですよっていう動画を出してそれでちょっと思ったんですけどそういえばよく APS であいかんこうコーキングするとするじゃないですかあこれチェンバー入ってないかもあるいはダブルっぽいけどなんか2発入っちゃってこれのまま打っちゃったらちょっとおかしくなるなっていう時誰もが特に試合とかね <laughs> 普段やらないことをやっちゃってああってなる時あるじゃないですかそういう時の対処をお知らせしますね大体あの公式の時には これぐらいいいのの四角い箱ががああっってて空打ちボックスっていうのがあるんですよねなんでそういう時はすぐに「あのすいませんちょっと空打ちしたいんですけど」って言ってくだされば多分ねその担当の1人ずつジャッジがついているのでその方がねパッと出してくれるのよそこにバンと打つといいですじゃないと間違えてねコッしたりとか何かよくわからないことを試合でやっちゃったりするんですよ <laughs> 本当ね何なんでしょうね <laughs> なので、まあそういう時はね、そういうのに打ちましょうという感じですね。あとの質問、あとはレーザーサイトね。レーザーサイト公式で使っていいですね。あの、大体いいフリーサイトの項目に、えー、っと、ダットサイト、スコープ、スコープあったかなレーザーサイトって項目があるので、まあやろうと思えばあれですよ、もうスコープつけて横にね、<laughs> あの、 つけてさらにレーザーとかね、つけてもいいですね。なんか複数のサイトつけてもいいので、まあもしつけたい方はつけるといいかなと思います。で、レーザーサイトいいのが、あの、射撃姿勢がね、あの、特にプローンとかしたらもう結構やったことある方だとわかると思うんですけど、結構窮屈じゃないですか。でもレーザーだとこうやってやれるんで、まあ場合によったらね、便利でっていう方、公式でね、実際使われている方もいらっしゃるんで、これ見て、見る方は面白いんですよ。あ すげえ震えてるあの人はあれで光がく効くんだみたいな感じで見てる方はいいんですけどやってる方はねあのやっぱりダットサイドに比べるとちっちゃうんで光がねまあそこら辺はまあ人によったらまあそこら辺も検討してみるとねまあそこら辺もフリーサイドの楽しみなんでいいかなという感じがしますねあとそうですねだから APS の場合はあの重厚管理についてはもうこの重厚カーバーをしとけばね大丈夫なんであのゼチ あのこれじゃなくてもいいんですよ。例えば手袋とかね、丈夫なカバーするものであればね、大丈夫なんで、APS の場合は、銃が剥き出しであっても、方向がどうであれば、これをつければいいんでね、あのかこれ必ずね、試合会場をつけるという感じです。でも、だんだんね、あのルールが変わってきてるんですよ。前はもう結構、ボックス空いてもう一回、 ね、外したらもう最後までいいんですけど今だと例えばブルーズアイで射撃する時人が前に行く時15カバーしてくださいとかいう感じになったりとかするんでまあ付け外しをあのスムーズに行えるようにしとく方がいいかもしれないですねそして何より初めてっていう方がね確か2割ぐらいいらっしゃるんですよそういう方は是非ねあのお近くの例えば <laughs> 口口のが何か入ったあのお近くのね <laughs> あのー、例えばフロンティアさんだからまあ そこら辺でね、たう今だと週1ぐらいで練習会、試合形式回しているので、まあそういうの絶対出た方がいいですね。そうするともう大体ね、あのボックスに入ってなんとかしてくださいみたいな号令が、本番とほぼ同じ感じで言うのでね、あの絶対やっておくとね、楽になりますんで、ぜひという感じですね。はい。で、まあ APS ね、もう何度も言いますけど、あ、俺はまだ試合出るほどじゃっていうあなた、一回でもね、出ておくと全然、 世のの中変わって見えるのでぜひあのまあどうしてもね俺結構いけるかもって思っちゃうんですけどまあ大体私もそうでそんなんで大したことないんでみんな一緒なんでねあのそれよりも経験してねあのいろいろ得ることがあると思うんで練習は絶対得られないね楽しいことや悲しいことやいろんなこともあるのでぜひねあのお越しください多分全員今のままだと動画あの撮影させていただくと思いますんで、まあ、皆さんの お邪魔ならないように、ね、撮影させていただきたいと思いますんで、まあ、記念にでも出ていただければと思います。というわけで、また何か APS に関することがありましたらね、まあ、お知らせしたいと思いますんで、ぜひ7月9日、金賞でお会いできるのを楽しみにしています。と言っても私はもうずっとカメラで撮影してばっかりなんで、特にお話しできるようなことはないと思うんですけど、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。あ、そっか、サムネ的にこういうのを撮っとくと、後で使えるかな。 こちらありがとうございました。